こんにちは。今回の動画はですね、お礼の動画になります。28日ですね、土曜日にですね、横浜の木陰茶屋さんでですね、初めての、トークショーをやらせてもらったんですけれど、たくさんの人に予約してね、来ていただきまして、結構ね、僕もこういつもこうカメラのね、カメラ相手にっていう言い方もおかしいですけれど、カメラに向かってこういろいろねお話をさせてもらうんですけれど、やはりこうね、視聴者さんがこうね、たくさんの方がこう来てくださいまして、すっごく緊張しちゃいましてね、もうドキドキで、なかなかこうスムーズにね、普段でもまともに喋れてないのに、さらにもうひどい喋りになってしまったと思うんですけど、すぐに黒鎌さんがね、来てくださったんでよかったんですけれど、黒鎌さんとこうもう本当にいつものような、もう本当どうでもいいお話をねさせてもらって、長々と皆さんにね、少しでもいい悪いは別としてですね、思い出になればなと思います。ご飯もきっとね、ご飯はね、本当に美味しかったと思うんですけれど、トークの方もね、一緒に味わえてもらって、お食事がまずくならなければよかったかなと思います。本当はたくさんの方に人にお土産までね、またたくさんいただいてしまいまして、もうすっごく嬉しかったです。今冷蔵庫に大事にしまってあるんですけれど、もう見て、でプラモデルもね、持ってきてくださった方ですとか、いつものね、コバックスのね、ペーパーヤスリいただいて、マスキングテープも今回ね、ちょっといただいたんで、使わせていただきますっていう形だったんですけれど、もう本当お土産もね、たくさん美味しいものも、ちょっとね、高級そうなものまでね、いただいてしまって、本当にありがとうございます。メンバーもすごく喜んでおりました。でやっぱり今回ですね、こんな話もちょっとどうかなと思うんですけど、僕一人ではなく黒鎌さんも協力していただきまし、いただいしただきしたあ協力していただいてですね、何よりメンバーがすごくこう、ね、機材ですとか、やっぱ司会のね、王ちゃんもそうですし、シムニーもそうですし、ユースケ君もそうですし、ミネちゃんもそうだったんですけど、やはりこうね、メンバーが一丸となってこう僕を支えてくれてですね、すごくいい会員になれたんじゃないかなと思います。僕以外は、僕のこの行動以外はですね、本当助かりました。で視聴者のね、皆さんもすごくこう時間通りに来ていただきまして、ご飯もね、しっかり食べていただいて、あとこうね、できれば本当はこうね、ここに長い時間がね、取れたらよかったんですけれど、やっぱりああいった会場ですとね、どうしてもっていうことにもなってしまうんですけれど、で今回ですね、そういったこともありまして、ああいうフリートークを今回は楽しんでいただいた、ね、ちょっとこう楽しんでいただいた感じになるんですけれど、次回ですね、制作会あるいは教室ですねを予定しております。ぜひ、また動画でですね、告知をさせてもらいますので、お近くの方は来てくださればと思います。で今考えているのは、もちろん愛知県もそうですし、関東関西ね、いろんなところでこうやろうかなと思っておりますので、またその際ですね、今回は食事という形ではないので、もう制作という形ではない、皆さんね、自分の道具を持ってきてくださるのもいいですし、もう制作会となれば、それぞれの今作っているものですとかね、持ち寄ってお披露目とかもしてもらったり、教室というふうになったら、私の方からキットを提供いたしますので、それに沿ってですね、鍋さんの作り方っていうのをこう動画ではなく、実際にこう会ってですね、こうやって作ってるんだっていうのが、なかなか動画では伝わらないところというのをですね、皆さんにこうレクチャーできたらなと思っております。プロではないのでっていうところはあるんですけれど、もし僕の作品をね、気に入っていってくださる方がいらっしゃいましたら、同じようなものが作れるような感じでですねいろいろ伝授していけたらなと。僕も黒鎌さんから教えてもらった立場なんで、やっぱり僕も知りたいという方に、いろんな方に知ってもらえたらなと思いますので、そういったことをまたこう告知させていただきますので、またその際お近くの方は来てくださればと思います。今日はですね、まず本当に28日の土曜日ですね、たくさんの方に来ていただきまして本当にありがとうございました。いい時間が少しでも過ごせたらなと思っております。
またそういった機会がありましたらぜひ参加をいただけたらと思います。本当にねホビーショーとかで見て、本当にねもうね結構いつもねお会いしてくださってくれている方たちばっかだったんでね、僕も個々にお話しさせてもらうときはですね、なかなか緊張も少しはほぐれてお話ができたかなと思っております。まあこれからもですねちょっとね不手際もたくさんあったかもしれませんけれど、まあこれからもよろしくお願いします。どうもこの度はありがとうございました。ではまた。